2020明治安田生命 J3 リーグ第25節です。今シーズン J2 ライセンスを取った2チーム、 SC 相模原対藤枝舞 FC の一戦をお届けいたします。ゴールキーパーがビクトルです。今日は3バックです。ミルトン、白井、梅です。ミルトンは久しぶりにスタメンに入っています。ダブルボランチにカネマと梅鉢、右サイドには多田、左サイドには星が入ります。トップ下の位置には先ほど紹介しました斉藤が入っています。2トップは有利と和田が入りました。 3-3-2-2 を予想しています。ゴールキーパーが杉本です。3バック、右から川島、秋元、秋山、今日はボランチの位置には姫野が入ります。右サイドには久富、左サイドには稲積が入ります。トップ下の位置には久しぶりの枝村、そして水野が入ります。2トップは森島と今シーズン初スタメンの杉田が入りました。稲積か、姫野がクロス、曲がったボール、有利のクリア、胸でコントロールし、もう一回浮かしていって裏のスペースどうだ、フリーになっていく、決まった、藤枝舞 FC 先制点。決めたのは背番号6、秋元道隆。前半8分でまず先制点を取った藤枝舞 FC。 冷静に胸トラップをした久留、どこに合わせるか、中央ちょうど裏にいいボールが入ったところ、うまく体を投げ出してクリアしようとしたんですが、ここに詰めたのが背番号6、秋元道隆。ミルトンからただ有利の前にこぼれて倒されて、おっとここは PK を取りました。エリア内でのファールということで PK を取りました。決めれば有利、今シーズン4ゴール目。有利のシュート、決まった。 SC 相模原同点。この有利の叫ぶ姿、もう野獣と言ってもいいでしょうか。この強烈にご覧いただきましょう。ど真ん中に蹴ってきました。キーパーの位置を見ての強烈なシュート、有利のゴールで同点に追いつきました。不明な頭の上、斉藤ヘディングシュート、決まった。 SC 相模原追加点、2-1突き放します。斉藤です。いいクロスが上がりました、星、そして合わせたのが斉藤。よく詰めていた、その前に当てたのは清原です。安藤のコーナーに巻いてゴールに向かってくるところ、惜しいシーンでした。藤枝舞 FC、 最後は大石が飛び込んできたように見えました。那須川のクロス、相模原は先ほどまでは三浦監督が出ていました。ここからミドルシュート、ゴールポスト、相模原にとってキャッチ、ここでシュート、決まった、藤枝同点に追いつきました。藤枝舞 FC 背番号22、久富涼介、ここから安藤のミドルシュート、そしてこぼれ球です。この次に反応した久富、よく押し込みました。久富涼介、見るとヘディング、こぼれ球どうだ、シュート打ってくるが、この位置はオフサイド。ここで試合終了のホイッスル、非常に熱い戦い、シュート数的にはさほどなかったような感じもありましたが、最後の最後に同点に追いついた藤枝。しかし SC 相模原、この試合2-2の同点となりましたが、10試合負けなし。藤枝舞 FC は3連敗を避けて、なんとか勝ち点1を取ることができました。